どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。あそこ優しいんですね。やってきましたー。何食べてるの？これはですね、激辛味噌煮込みうどんでございます。さっき食べてたでしょ僕、前半僕のチャンネルで食べてたでしょ。これ何じゃないよ白々しいわ。今回なんですけども、前回コラボさせていただいたインチキ YouTuber のモー君に来てまーす。気をつけてくださいね。インチキ YouTuber じゃねえからな。インチキマジシャンだからな。インチキマジシャンね。インチキマジシャン、マジシャン、みんなインチキだってば。前回のアクエリアス、あーあれやばかったですね。おいしいおいしい、食べる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 。スパイスなんだ、スパイスマジック、マジックスパイスだよおい謝れよ。今日のお店なんですけれども、なんだっけ名前、シバソの寿司、寿司だよ、寿司だよ、言えない言えない言えない、シバソのサラシナです。ああ、そうそうです、そうです、はい、シバソのサラシナ、はい、シバソのサラシナ、噛んじゃう噛んじゃうから言いたくないんだよ本当に。で、ここはあれなんですよ、シバ商店街、これなんか激辛ストリートって言って、なんか激辛料理店がね、軒を連ねてるストリートなんですよ。確かに上りたくさんありましたね。そうなんですよ。で、これもですね、あの視聴者さんのね、リクエストにお答えして今日実現しています。ありがとうございます。リクエストなんですね。何揉んでんだよ勝手に揉むなよ勝手に、まあ、じゃあ許可得たらいいですね。そういうリクエスト受け付けてないから。はい、はい、で、今モー君が食べてるのは何でしたっけ。これこれが激辛味噌煮込みうどんです。あー、激辛味噌煮込みうどんもうやめたな、今日やめたな、もうエンディングロール流したな。ダメダメ、全然回らないやばいね。これブートジョロキが入ってます。はい、うん、で、これこれなんだっけねえ、書いてるでしょ。あ、そうです。これはあの爆辛マグマ煮込みうどん、はい、この数倍はやばいわけですよ。そうですね。で、ジョニーが食べるこの料理に関しては、はい、有吉ゼミで、紹介された、テレビで紹介した激辛メニューですよ。これはやばいですよ。そして完食率は2分の1か、半分以下です。半分以下の完食率なので今日もね、5割を切るって言えばいいじゃん難しくしちゃった、逆に難しい今日もね、スーツをびっちょんこにしながら食べたいと思います。わかりやすいにこれちょっと見てもらおうかな。はい、なんか食堂で、なんかお盆を返却するような感じなこれね、はい、全然色違くないですか。全然色違う。そっち赤ちゃんでしょ。赤ちゃんって何、哺乳瓶飲んでるようなもんでしょ、ね、全然死ぬわ死ぬわ。哺乳瓶、はい、じゃあちょっと、じゃあちょっとおぼんってじゃあこのままお返しにしよう。お返ししちゃダメ、お返ししよう。マジックで消さない、これ大丈夫。消さない消さない消さない、はい、そういうマジックないの。ないっすね、使えねえマジだないただきます。いただきます。いやじゃあね、モー君もそっち食べながらね。はい、そうですね。あ、そうですね、モー君それちょっと食レポしてくださいよ。はい、ね、どれぐらい買うか、まあ比較にもなるんで。チュルチュルきますね、いい音ですね。辛うま、でもめちゃめちゃ辛いです。本当ですか。本当辛いですね。きますね、ピリピリピリってきます。マジですか。はい、結構汗もかいてますね。はい、でもいいうどんのすすりしてますね。バキュームモー君ですかこれね。スープじゃあいきますよ。はい、ね、あーああやばい、行っちゃってる行っちゃってる行っちゃってるっすか。ちょっとちょっとちょっと、いやーだー、だって辛いんでしょ。ブートジョロキ入ってる。あ、知ってるよ辛い。あ、そんなに、これよりも辛い。当たり目だろ当たり目だろ。え、ちょっと待って、飲み比べていいですか。こっちバク辛だぞ。あ、辛い。これすごいなんか味噌の甘みもあって辛さ抑えられてるんですけど、うんうん、もっと行きなさいよ。いやーもう無理ー。はい、はい、いただきます。あ、無理っす。無理無理無理、オッケーオッケー、無理無理、オッケーオッケーオッケー。前回も言いましたアウトです。これリアルに今なんかちょっと行っちゃってる感じですね。行きました行きました。見てこれ今ね、ほらやばくない。うどん持ち上げたら見て、この唐辛子ががっつりこうくっついてきたよ。とんでもないね、これ比率が。辛そう。いきますよ。それやばいっす。これやばいどうすか。うん、辛い。それやばいんじゃないですか。あっ、唐辛子食ってますよ。辛い辛い、やばいぞ、喋りなんだ喋ってますね確かに僕も今もうむせて喋れないですもん。これやばいよ。そ
そっちやばいっすね。いや、これも十分やばかったんですけど、全然やばいっすね。汗かいてきましたね。やばいね。いいですね。みっちょんこですね。みっちょんこですね。あ、激辛食べたら急にね、ギャグのね、キレが悪くなってきた。元からじゃないですか。そういうこと言うなよ。頑張ってんだよ、こっちも。さっきカメラ外で、これ本当に食べれるか心配だわって言ってました。辛そう。いや、あれやばいっす。あれ、優雅に楽しんでますね、そっちは。いや、めっちゃ辛いんですけど、もう口が麻痺しちゃって、ただ美味しい味噌煮込みうどんを食べてます。食べ終わるじゃないですか、そっち。食べ終わっちゃいますね。うん、びっくりした。いや、飲まない。びっくりした。びっくりした。苦しい。あ、卵入ってる。優しいな、卵。救済ですね。うん。ちょっとね、もう本気出しちゃうわ。すごい。お、かっこいい。モテ仕草。お、かっこいい。あ、お、かっこいい、かっこいい。どうですか、もう。汗がもうびっちょんこですよ。これやばくないですか。ウルトジョロキアが完全にお腹にくるやつよ。あー、マジですか。うんうん、うまいよ、うまいよ。アホみたいに辛いの食べてるよ。うまいよ。後悔しない。後悔しないです。激辛初任の影武者野郎。全然似ても似つかないよ。誰がやるんすか、その影武者。本当だよ。なんでやっちゃったんだ、これ。後悔してるよ、激辛に。特別強いわけじゃないからね。いや、それが面白いんじゃないですか。平凡な人が普通に激辛に挑んでるのが楽しいじゃないですか。残していいかな。ダメですね。ダメ。はい、ダメです。ダメか。はい、ダメです。炎上します。うん。ジョニーさんのマジでヤバいっすよ、それ。僕のでもヤバいな。職人ですね、この感じで。アーティスト。あ、いいじゃないですか、激辛アーティスト。無理や、続かないな。もう持ったあと1年だよ。早い、早すぎる。早すぎる寿命。テンションの下がり方が異常だわ。賢者タイムか。うん、完食しました。完食しました。スープきっつ。めっちゃスープ辛かった。最後スープやばいよ。いや、だいぶ減ってきたんでね。そうっすね、もうちょっとですね。うん、よし、もうもうちょっとラストですよ。ラストスパートですよ。やばい、顔テッカテカ。見て、顔テッカテカ、ボディービルダーみたいになってますよ。ああ、それは硬そうだな。食べる？いや、絶対いいっす。だよね。絶対いいっす。絶対いいっす。めっちゃめちゃやばいの、さっき。味見で分かったんで。絶対いいっす。うん。もう。うん。じゃあもうラストじゃないですか。終わりが見えてきた。ついにここまで来た。もうちょっと。よし。いいわ。お、おー、すげえ。あ、すごい、全部食べたじゃないですか。すごい、すごい、やりました、やりました、やりました。完食しました。すごい、それ完食するのやばい。マジ死にますよ、それ。やばい、お腹にもうくる。はい、それマジやばいっすよ。カレー、今日もね、激辛を撃退したわけですが、行きたいか、もうよくわかんないけどね。今日もね、なんとかスーツをびっちょこしながら食べ終わりました。バッカラマグマ煮込みうどんの辛さ発表します。じゃらららじゃじゃん、辛さレベル9です。おめでとうございます。赤っ。
結構辛いです。これ山椒入ってないんですけど、今までね、はい、レベル9以上は山椒入ってるメニューだったんですけど、はいはい、唐辛子かわいいか、これ山椒入ってない、はい、純粋な唐辛子メニューでの辛さレベル9はこれが初めてです。これ演技じゃなくてリアルに今死んでます。リアルに死んでます。言わせてないですかね、リアルに言ってるだけですかね。うまい、本当にマジでシャレにならない。シャレなんないですね。これ今食べて、今はもう辛いんですけど、はい、5時間後、はい、5時間後がマジで動画で回したいぐらい、はい、マジでもうもがい苦しみますから。これ何も出ないのに便座に座ってますからね。それ一番なんか辛そうですね。でも美味しかったですよね。美味しかったです、うん、本当に味は美味しかったです。僕今度だからプライベートで来て、普通の味噌煮込みうどん食べてみたいです。やっぱ普通が一番か。激辛ジョニーが言うなよ。今回コラボしていただいたモー君のチャンネルは概要欄に貼っておきますね。お願いします。前半の様子映してるんで、あとですね、ツイッター等々更新してますね。フォローお願いします。あとこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。もまない。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとりボタンはここだよ。オッケー。チャンネル登録してね。オッケー。もっともっともっと増えろ。Okay, what the